こんばんは、ゆっさだよん。Mac で覚えるプログラミング、Python 編、今日で4回目。今までの動画は再生リストにまとめてありますので、よかったら、使ってちょうだいね。軽くおさらいすると、1回目は、これからの動画の方針というか、プログラミングの心構えみたいなことを話しました。2回目は、標準ライブラリであるタートルグラフィックスについて解説しました。3回目は、 プログラミングには欠かせないターミナルについてでした。そして4回目を迎える今回は、Python をインストールしてプログラミングを始めたけど、なんか問題が湧いてくるなんて人のために、Python のインストールについて解説します。Web とかの解説とか見ていると、ライブラリのインストールの仕方だけでも、いろいろ見かけますよね。解説通りやっても、インストールできないとかも多いです。これは、インストールのやり方によって、 環境が少し違うからです。最初に言うと Python のインストールには主に3種類あります。これらは全くの別物としてインストールされ独自の環境を構築します。インストールされる場所もそれぞれ違っています。それからバージョン違いも別物としてインストールされます。最新版の3.10と1つ前の3.9は別物です。この講座では 3.9および最新版の3.10を利用します。バージョン違いで一部のソースが安定して動かないからです。いずれ最新版に統一してアップデートしますが、今はもう少し様子見かなではインストールの仕方について詳しく見ていきましょう。一番目は X コードによるものです。ストアからインストールできるし、一番簡単なインストール方法です。 システムが管理してるようなものなので安心です。しかしバージョン管理もできないですし新しいバージョンが出たとしてもインストールされるわけではありません。Python はバージョンによって動かないとかよくありますので互換性の問題も出てきます。それに X コード自体アップデートが普通に数日とかかかるのでできれば X コードでプログラムしなければ入れたくありません。インストールは簡単だけど あまり推奨はしませんね。ですから、Python のインストールは、これから紹介する2つに実質、絞られます。一番よく目にするのが、BREW です。これは、パッケージマネージャーのホームブルーを使いいろんなものをインストールできます。あと、Python の公式ページで公開されているインストーラーを使いインストールもできます。一番目にする BREW によるインストールですが、うちは、おすすめしません。 バージョン管理とかかなり高機能なことができるんですがすべてターミナルでの作業になります初めて Python を使うなら公式のインストーラーを使うことをお勧めします Python の公式サイトやインストーラーのダウンロード先は概要欄に貼っておきますのでご利用くださいねその時注意したいのはインストールの仕方によって実行ファイルやパッケージファイルの場所が違うことですわけわからず いろいろインストールしていると現在どの Python を使っているか曖昧になってしまいます。ですので、わけわからなくなっている人は、すべての Python をアンインストールして、それから一つだけのバージョンをインストールしてください。そうすれば、安定してプログラミングできる環境ができます。あと、一つ気をつけることは、インストールしたバージョンが、もし上がったなら、アンインストールしてからインストールすることです。アンインストールしないで、 別のバージョンをインストールすると複数のバージョンが存在することになりますので管理が面倒です。ですがマイナーアップデートの場合はこの限りではなく上書きアップデートでもいいです。3.9.12から3.9.13とかですね。そうそう、一つ言い忘れましたが公式サイトから配布されているのは C Python と言われるもので C 言語で書かれています。一般的に Python といえば ここのことを指します頭の片隅にでも置いといてくださいね。まあ別に知らなくてもいいことだけどね。今日は Python のインストールについて解説しました。Python はアップデートが多いのでインストールについてよく理解していなければ沼にはまってしまうこと多いです。そこらへんはまだ最近出てきたばかりのプログラム言語ですので承知して使いましょうね。では今日はこのあたりにしておきます。 次回はもっと実践的なプログラミングについて解説していきますのでチャンネル登録して次も聞いてくださいね。じゃあまたねー